桃田隆君。おはようございます。おはようございます。新政会の桃田でございます。今日は中村市長になられまして、初めての登壇ということで大変緊張をいたしております。またその上火事を引きまして、聞き苦しい点があろうかと思いますが、一つどうかご了解を願いたいと思います。では早速大きな項目3つ通告いたしておりますので、順次質問させていただきます。まず第1点目、県道二見田野浦線の八代川整備状況についてであります。県道二見田野浦線の芦瀬川については平成14年に着工し、事業費約18億円を投入して今年の3月に供用開始となりましたが、残るは二見川でありますが、未だ工事の着工はなされておりません。この路線については平成24年3月議会において質問した経緯がありますが、その時の答弁で二見川着工については括弧1埋め立て申請括弧2環境調査が必要とのことでありました。この2つの事案と二見川の工事未着工は関係があるのか、事業の進捗状況をお尋ねするものであります。第2点目、県道萩二見線の道路改良についてであります。この路線は坂本地区と二見地区を結ぶ最も重要な路線でありますが、二見地区野田崎町から坂本地区大門線間にはいくつかの幅員が狭い箇所があり、車両が離合することが極めて困難であるため、どちらかが一時的に待ち止まらなければなりません。大門線側から二見本門へ行くときは下り坂になっているため、急停止した場合非常に危険を伴うことがあり、それゆえ道路の拡幅改良が求められ、特に国道219号が災害等で不通になった場合、この路線の利用度が高くなることも考えられ、その改良方が必要となってきています。基地としてすまない現状に対して管理者である県はどのように考えておられるのかをお尋ねする次第であります。3点目、私立病院の今後についてであります。このことについては以前前川議員が質問された経緯があり、内容が重複するかもしれませんが、ご了解願いたいと思います。自治体病院の多くが環境経営環境が厳しい状況に置かれており、本市の私立病院も例外ではなく、その改善策が求められております。本市の私立病院の現状を鑑みて、在り方検討会議が設置され、昨年9月には私立病院在り方について提言がなされております。その内容に基づいて3点についてお尋ねをします。まず第1点、平成24年度の病院事業収支について、先般市議会において決算について報告がなされております。内容については割愛するとして、結論的には運営が厳しいものであることを感じたのでありますが、提言書に記してありますように、医療収益と患者数の推移を平成18年度と平成22年度を比較した場合、医療収益は約4900万円の減、患者数において約3000人の減となっております。それに私立病院の特質である結核病床数30床の利用率が平成22年度は 8.5% で、負債差分として約1億2000万円を一般会計より繰り出しているとのことであります。当然のことながら、収益の減少をもたらしたのは患者数の減少であります。このことが病院経営を逼迫させている原因であると思いますので、平成20年度においてはどのようなものであったか、医療収益と患者数をお示しください。また現在過去5年間分の累積赤字をお示しください。第2点目、公営企業法ジェム適用について、提言書によれば多額の赤字を出しているのでありますが、このような状態がいつまでも続いていいはずはありません。経営基盤の強化を図ることが急務でありますが、提言書では括弧1安心で信頼できる医療の確保、括弧2医療の質の向上、
括弧3公営企業法の事務適用括弧4管理職員の配置括弧5情報発信等を制限してあり、中でも公営企業法の事務適用の必要性を強く述べてあり、在り方検討会においてはこの公営企業法の事務適用を平成24年度に1年をかけ準備し、平成25年度より実施すべきであると提言してあるが、現在どのようになっているのかをお答えください。第3点目、私立病院の建て替えについて、本市の私立病院が赤字経営している原因の一つとして病院の老朽化があると思われます。そもそも私立病院はご承知のように昭和27年8八代郡宮地村立宮地病院として開設され、特に結核患者の受け入れ病院としてその役割を果たしてきたと同時に、八代医療圏の中核病院として現在に至っております。昭和44年病院が改築されたのでありますが、改築後44年を経過し老朽化が進んでおります。ところが現在市内の熊本労災病院、熊本総合病院においては施設の整備、改修、建て替え等があっており、お隣の熊本総合病院にあっては一流ホテル並みの景観を呈しております。患者の心理として、外来患者、入院患者は快適な環境で受診することを望んでおり、ひいては受診患者の増加につながり経営基盤の確立に寄与することは否定できないのではないかと思われます。私立病院の建て替えについてどのように考えておられるのかをお尋ねします。なおこの1、2については事務長、3番目については市長にお尋ねします。よろしくお願いいたします。船倉建設部長。おはようございます。桃田議員ご質問の1項目目、県道二見田野浦線の八代側の進捗状況についてお答えいたします。一般県道二見田野浦線につきましては、延長 11.5km のうち、芦北町と八代市の境より、芦北町伊牟田川延長約 2km と、二見須口町側約 1km が幅員約2m程度の狭隘な道路で車両の通行が困難な区間となっております。このような状況を解消するため、平成14年度より県の方で事業に着手し、芦北側につきましては昨年度に完成し、現在八代側の事業に着手しているところでございます。八代側の進捗状況としましては、環境調査を昨年度に完了し、関係5漁業の同意を今年9月までに取得したとのことでございまして、現在埋め立て申請の手続きを進めているとのことでございます。また肥薩おれんじ鉄道との踏切協議につきましても、期間を要しておりましたものの、おおむね協議が整ったとのことでございます。今後の予定といたしましては、埋め立て免許を取得し、平成26年度早期の現地着手を目指すとのことでございます。以上お答えといたします。文部科学高橋君。はい、ありがとうございました。この路線については再三再四質問をしてした経緯があるんですが、今回改めて質問しますのは、芦北側が一応不足ぶりがついたということで、改めて、残るは八代側でございますので、この、八代側が今後どのようになるか、なるのだろうかということで、お尋ねをいたしたわけでございます。で、前回質問しましたときに懸案事項でありました環境調査、それに、関係漁協の同意をが心配でございましたけれども、それもスムーズにいったと
ということでございましたので、よかったかなと思っております。で今後は二見川でございますけれども、この二見川についてですね、これがスムーズに行くとなれば、路線が完結するわけでございますので、それを早く期待しておるわけでございますが、今後ともよろしくお願いをしておきたいと思います。ありがとうございました。船倉建設部長。はい、議員ご質問の2項目目、県道萩二見線の道路改良についてお答えいたします。一般県道萩二見線は坂本地区と二見地区を結ぶ重要な路線でございます。しかしながら本路線につきましては幅員の狭い箇所が多く、車両の離合など支障をきたしている状況でございます。主といたしましては、この路線の重要性に鑑み、道路改良につきまして県に対し継続的に要望を行っているところでございます。このような中で県では今年度、五島橋から山の口公民館付近までの約400メートルの区間の道路改良事業が予算計上され、事業に着手したところでございます。県としては当該箇所の進捗状況を踏まえ、予算の状況等を見ながら順次大門施管における境外箇所の対策を進めていく予定とのことでございます。以上お答えといたします。桃田隆史君。ありがとうございました。この県道破棄二見線については、これも二見川と坂本川からそれぞれ要望が出されておりまして、その都度中村和美議員が議会において質問されております。で今の答弁を聞きまして、後藤橋から山の口公民館までの事業着手予算がなされたということで、非常に良かったかなと思っております。で今まで心配してきておりましたけれども、いよいよこの路線が始まったかなという思いを持っておりますが、これからが問題でございまして、大門瀬橋に至るまでがまず相当ありますし、これを皆さん方の力でぜひ早く完成するようによろしくお願いを申し上げておきたいと思います。ありがとうございました。はい、桃田隆史君。再質問でございますけれども、実はこの県道破棄二見線は同じく県道足北坂本線につながっておるのでございますけれども、その交差点付近には大門瀬橋という呼ばれる橋があります。この橋は老朽化が進み、しかも狭いということもありましてですね、幅員が狭いということもありまして、足北坂本方面からこの県道破棄二見線に入るとき大変躊躇されるというようなこともあるわけでございますが、今後ですね、この橋についてですね、大門瀬橋の改修計画があるかどうかをお尋ねしたいと思います。船倉建設部長。はい、自席よりお答えいたします。大門瀬橋につきましては老朽化も進んでおりますことから、現在県の方で架け替えに向けた予備設計を実施中とのことでございまして、橋梁拡幅に加え取り付け部を含めた改良をする計画とのことでございます。なお用地買収も必要になりますことから、本市といたしましても地元と協力しながら事業促進に協力してまいる所存でございます。以上お答えといたします。桃田隆史君。今の答弁聞いておりますと、いよいよこの県道破棄二見線がですね、大門瀬橋から始まる可能性が強いなという思いを持ちました。でこれが始まりますとですね、この今まで巨大であった箇所がですね、一気に進む可能性もあるというふうに思いますので、ぜひこの路線の早期完成を受けてよろしくお願いを申し上げておきます。ありがとうございました。次お願いします。田中市立病院事務長。
おはようございます。おはようございます。議員お尋ねの大項目の3、私立病院の今後についての1点目、平成24年度の私立病院事業収支についてお答えします。病院事業における医療収支収益は大きく分けまして、医療入院収益と外来収益に分けられます。はじめに入院収益ですが、決算額は4億431万3712円で、前年度と比較しますと986万526円の減収となりました。次に外来収益の決算額は1億2536万3192円で、前年度より525万4625円の減収となっております。これらを合わせました平成24年度の異業収益の合計は5億3961万7091円となり、前年度より1489万5357円の減収となりました。患者数でございますが、入院における患者数が2274人で、前年度より681人の減少となり、外来による患者数は9993人となりまして、412人の減少となりました。合わせますと、平成24年度の患者数は3万267人となり、前年度より1093人減少しました。このように、医療収益、患者数ともに減収、減少となりました要因は、結核患者の入院者数減少によるもので、その額は1474万3100円、794人の減少でございます。逆に、結核を除く一般病床だけに限定しますと、医療収益では488万2574円の増収、患者数では113人の増加となり、少しずつではありますが、4年連続の増加となっております。一方、外来患者数は病院の地理的な条件もあり、新規患者の確保が難しく、周辺地域の高齢化も進んでいることから、患者数は年々減少しており、収益に影響を与えている状況でございます。続いて、過去5年間の累積赤字額でございますが、平成24年度末における未処理決算金は、総額4億1705万6036円となっており、このうち平成20年度から24年度までの5年間で増加した累積赤字額は1億3013万2717円となりました。この主な要因としては、職員への退職給与金の支払いがほとんどでございます。平成8年に実施した職員配置転換による人員整理により、給与費及び退職給与金を抑制してまいりましたが、経年経過により定年退職者が多く発生してきたことによるものです。本来であれば、退職給与引当金として相当分を毎年積み立てていくべきところですが、収益悪化のため積み立てができていない状況です。今後も定年退職予定者が続くことから、退職給与引当金の計画的な予算計上と、さらなる収支の改善を行う必要があります。以上、お答えといたします。はい、桃田隆君。はい、再質問でございますが、平成24年度の異業収益は約5億4000万、前年度から約1500万円の減収、入院外来を合わせた患者数は前年度より約1100人の減少、また過去5年間の累積赤字は約1億3000万円となっているとのことでありますが、この数字は大変驚くに値する数字であろうかと思います。赤字は、そのまま放置するわけにはいかないのでありますが、赤字決算の補填方法とその財源、
現在の残高をお示しください。またその財源が不足する場合はどうなるのかをお答えください。田中市立病院事務長。議員お尋ねの赤字決算の場合の補填方法とその財源、残高についてお答えします。赤字決算については補填財源により行っております。具体的には下年度および当年度損益勘定留保資金によるものです。これは収益的収支における現金の支出を必要としない費用のことでありまして、具体的には減価償却費などの計上により企業内部に留保される資金であります。平成19年度末には約3億2800万円の残高でございましたが、平成24年度末には1億9300万円まで減少いたしております。この補填財源が底をつきますと、一般会計または民間金融機関より一時借入金という形で借入れを行う必要が生じ、不良債務が発生する原因ともなります。以上お答えといたします。桃田隆君。補填方法とその財源については内部留保資金で、処理するということでありますが、しかし、留保資金が、底をつくと一般会計からの繰り出し、または民間金融機関から借り入れをして処理するということであります。つまり、税金を投入するということになるかと思います。しかし、その内部留保資金も減少しつつあり、今のままでは近いうちに底をつくのではないかと考えられまして、大変心配をいたしているところでございます。このような状況でありますから、退職引当金も設定できないのであり、ことがよく分かりました。これはもう一般の会社経営でいきますと末期的症状に近いのではないかと考えられますが、その対策については町内挙げて取り組んでいただきたいということで、この項を終わりたいと思います。続いて2点目をお願いします。田中市立病院事務長。議員お尋ねの2点目、公営企業の全部適用実施に向けた現在の状況についてお答えします。公営企業法においては、公営企業は不採算部門や政治的役割にかかる、行政的役割にかかる経費を除いて独立採算の原則に基づき、常に企業の経済性を発揮して効率的な運営を行うこととされております。水道、電気、ガス事業など法定7事業を経営する場合には、地方公共団体の意思移管にかかわらず規定の全部が適用されますが、病院事業についてはこの法定事業から除外されており、財務規定のみが当然適用され、それ以外の規定については任意適用とされています。これは病院事業がこれらの事業と比べて採算性も低く、かつ保健衛生行政、民生行政など地方公共団体の一般行政との関係が緊密であって、法定事業と若干その性格が異なるため、事業の管理組織は一般行政の一環として取り扱い、職員の身分についても一般の地方公務員と同様の取り扱いをされております。市立病院におきましても現在この経営形態で運営いたしております。このような中、平成16年度から導入された新しい臨床研修医制度や診療報酬の引き下げ改定など、病院経営を取り巻く環境は急激に厳しさを増しており、多くの公立病院でも赤字経営が問題視されるようになり、加えて総務省からの経営改革プランの策定義務付けによりまして、経営形態の見直しに着手する動きが増えております。
この経営形態の見直しについては、その主な選択肢として、議員ご案内の地方公営企業の全部適用のほかに、地方独立行政法人化や指定管理者制度、民間譲渡などの方法が挙げられております。ここで改めて地方公営企業法の全部適用とはどういうものかを簡単にご説明しますと、先ほど申し上げました地方公営企業法の財務規定のみの適用ではなく、だけでなく人事、組織、予算等のすべてが適用され、また市長が新たに任命する病院事業管理者が病院経営に関するほぼすべての権限を持つことができ、柔軟な病院経営が期待できます。なお、これらのメリットとして経営責任の明確化、管理運営体制の構築、事務部門の最適化、職員の経営意識の向上などが挙げられますが、中でも職員給与の決定は人事院勧告等のによる市の決定に左右されず、経営状況を考慮し、病院事業管理者と労働組合が協議して決定できるようになります。ただし、実際には市長部局の職員との均衡を図る必要があり、給与体系の根本的な見直しには多くの課題があるのも事実です。また労務管理の負担増大や管理部門の肥大化などデメリットも予想されます。そこで市立病院におきましては、院内及び市役所関係部署で組織した在り方プラン検討委員会において協議した結果、提言書にはございます平成25年度からの地方公営企業法の全部適用実施については、突然の内科医師の早期退職や長期入院患者の診療報酬減額算定による収支の悪化等が見込まれたため、適用実施を一旦見送ることとしました。その上で、人事・給与面や予算・契約面で市長部局との緊密な連携を図りながら、市内医療機関や介護福祉施設等との協力のもと、病床利用率向上による収支改善に向けた独自の取り組みを行うことで収益増加を図ることとし、現時点においては一定の成果も上げているところです。また全部適用に移行した他の公立病院の事例を見ると、必ずしもその病院が経営改善を果たしている状況にはなく、収支の改善が行われている病院は総じて主に収入の増加によるものと考えられます。現在の段階では、医師の確保と施設の老朽化・耐震化の問題、医療収益の向上を最優先とし、八代医療圏における必要な医療体制や機能について十分に検証を行い、市立病院が果たすべき公的な役割を明確にすることが重要と考え、当面は現在の一部適用の下で収支改善に向けた取り組みを着実に進め、提言書に示された平成29年度までの収支黒字化の達成を目指すことが適当であると判断いたしました。しかしながら、今後も経営状況が大きく変化することも考えられることから、地域医療の確保を大前提とした上で時期を捉え、改めて経営形態の変更に向け継続して検討してまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。桃田隆君。はい、ただいまの答弁を聞いておりますと、経営改善には努力されているようでございますけれども、それより公営企業法の全部適用ができなかったことの弁明に追いつけたのではないかなと思っております。むしろ現状のまで病院経営を続けるという旨の答弁でありまして、その消極的な姿勢が感じたのでありますが、在り方検討会が提言しておられることは何だったのかと問いたいくらいでございます。改革には痛みが伴うものでありますが、それを乗り越えてこそ目的が達成できるものと思います。現在私立病院は公営企業法の一部を適用しているということでございますが、
現状を打開するため、在り方検討会議は、この事務適用を提言されているのでありますが、それが、できないとなれば、最終的な市税の投入がますます膨らむであろうということになると思います。しかし、そのようなことがあってはならないということで、公益用法の事務適用を、提言しておられるわけでありますので、ここで、この公益用法とはどういうものかということでございますが、私なりにちょっと調べてみましたが、地方公共団体が社会公共の利益を目的として経営する企業であり、地域住民の福祉や増進に資するためにあります。そして公営企業は特別会計をもって経理し、その経費は企業の経営に伴う収入によって賄うものであるとされています。つまり、公共性と企業性を併せ持った経営形態でありますので、そこには当然、競争原理が働くのではないかなと思っております。市長が任命した管理者に権限が集中し、すべてを取り仕切ることが可能でありますけれども、今の状態がいつまでも続いてもいいということでは、市民感情としては容認されるものではないというふうに思っております。現在、私立病院は国からの交付税で運営している部分もありますけれども、国が1000兆円以上の借金をしている現状からして、いつまでもその恩恵を受けられる保証はありません。また、財政改革の観点からも容認できるものではないと思っております。実は時を同じくして、去る11月30日の熊野新聞に、玉名市の公立玉名中央病院、括弧玉名市玉東町病院組合系、括弧と玉名地域保健医療センター、括弧玉名郡医師会系、括弧の両病院が経営統合し、地方独立行政法人化して、2018年4月開設を目指すと報道があっておりました。たまたま今日出かけるとき、また熊野新聞を見つめましたところ、阿蘇の中央病院が、この来年の4月から地方公営企業法の全部適用というふうに載っておりました。で、つまり、病院の経営形態を地方独立行政法人化、もしくは公営企業法の全部適用して運営するということでありますので、今までの経営の在り方を排除してやることが、最適と判断されてのことであろうと思います。本市にとっても今後参考になるのではないかと考えます。で、ここで、以前私たちがこの病院が公営の病院が赤字だということで視察したときの一つのご紹介申し上げますと、隣の大牟田市の大牟田市立病院に以前行ったことがあるんでございますが、その病院も経営改革に取り組んでおられました。で、当時は、自治体病院の多くは、赤字経営ということで、時には首長の選挙の争点にもなっておったような状況でありましたが、その大牟田市立病院は、当時、神戸製鋼の附属病院の事務長を招いておられまして、で、病院の経営改革に取り組んでおられました。辣腕を振るっておられたようでございましたが、経営改革にあたっては、関係者と丁寧に時間をかけて話し合いをしたということで、最終的には相手側も理解してもらったということが、耳に残っております。今回、質問にあたって、再度、大牟田市立病院の事務長に話をする機会があったのでありますが、事務長は当然、新しい方でございましたが、事務長の話によりますと、大牟田市立病院は平成22年度から、地方独立行政法人大牟田市立病院として現在に至っているとのことでございました。そこで、独立行政法人として運営していることに対してよかったかとの問いに対して、独立行政法人に移行してよかったという返事でございました。地方独立行政法人のメリットについてもお話をされましたが、本市の在り方検討会の提言にある公営企業の全部適用とのそういうのはそんなになく、ただ採算性を重視した経緯が求められるのではないかと考えます。そこで、今後の市立病院の経営形態として、在り方検討会が指摘しています、地方公営企業の全部適用、公立玉名中央病院、
大牟田市立病院のような地方独立行政法人化、指定管理者制度、民間譲渡の4つの方法が、まあ、挙げられますけれども、本市の市立病院にとってどの方法が一番良いか判断する時期に来ているのではないかと思っております。でこの項目については、まあ、市長にお尋ねしたいと思っておりましたけれども、市長が、まあ、承認されて間もないこともありまして、次回にこの質問は譲りたいと思っております。次お願いします。市長お願いします。市長中村博夫君。桃田議員お尋ねの私立病院の建て替えについてお答えいたします。八代市立病院は昭和27年八代郡宮地村立宮地病院として開設し、昭和30年の合併によりまして八代市国民健康保険直営病院となり、以来地域医療に根ざし結核病床を有する県南 地域唯一の治療機関として現在6課の標榜科目と一般病棟66床、結核病床30床を有しております。議員ご案内のとおり、施設は昭和44年に改築後44年が経過しております。大変老朽化が著しい状態であると思っております。また少子高齢化の進行や市民の医療ニーズの高度化、多様化に加え医療制度改革や診療報酬マイナス改定などにより病院事業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況にあります。一方今年に入りまして熊本労災病院、熊本総合病院が相次いで大規模な改修や建て替えが等が行われ、今後一層の八代地域医療圏の環境整備充実が進んでいくものと期待しているところであります。このような中、市立病院では平成23年11月に学識経験者、医療関係者および地域住民等で構成されます市立病院在り方検討会が設置されております。市立病院の今後の方向性についてさまざまな観点から議論され、提言書という形で市へ提出されております。その内容は議員冒頭のご質問にもありましたとおり、診療機能の充実や経営基盤の安定、施設改修、地域との連携であります。中でも施設改修にあたっては施設の老朽化が顕著なことや耐震診断が未実施であることから経営改善を前提として将来的に建て替えを検討する必要があるとの提言をいただいております。これを受け市といたしましても、快適な診療環境のもと市民に安心して安定的な医療サービスと災害時等における拠点施設としての機能を果たすために、現在病院建物の耐震二次検診断を行っております。まもなくその診断結果が出されることから、病院の建て替え等を含め今後の方向性について検討してまいりたいと考えております。議員からもお話ありましたけれども、八代市内の病院を見ましても、病院委員ですね、医師会の先生方の病院を見ましても、私が感じたことは、新しく建て替えておられる病院結構あります。でそういうところに、患者さんが行く傾向があるのかなという思いもしておりますし、古いからどうのこうのじゃなくて、今の市民の皆さん方はそういった国民、どこに行ってもそういう傾向があるかと思いますけども、そういった部分も含めればやっぱり新しい病院にというような傾向が強くあるのかなとは思っておりますけども、これもいろいろ検討させていただいて、市立病院の在り方をピシャッとした方向に導きたいと思っております。答弁とさせていただきます。
桃田隆君、ただいま人の答弁大変、ありがとうございました。今後の方向性も含めて検討されるということでございますので、ぜひよろしくお願いしておきたいと思います。今市長の答弁にもありましたように、私たちも再三再四視察に来まして、病院の在り方、そういうふうに検証に行ったんですけれども、やはり今言いました病院建て替え、新しい病院になりますと、そこには患者数も増えるというような傾向が強いでございます。でそういう、患者数が増えますと当然収益も上がるわけでございますので、そういうことも考え合わせて、そして企業形態も考え合わせてですね、今後市長におかれましてはご判断をいただきますようによろしくお願いしまして、この方を終わりたいと思います。ありがとうございました。